はい。それでは、本ちゃんの新潟大商店と、えーと、何やったっけな ?NHK マイルですね。はい。行きましょうか。はい。明日ライブできると思うんでよろしくお願いします。明日は新潟大商店16点フルゲットですかこれ。はい。フルゲットビーコス代わりです。はい。えー、レーベンスティールが一番人気ですね、これ。そうか。そうか、強いな。ヨホーレイクレーベンスティール、キングスパレスか。うーん。 あれなんこの舞台、そういえば、リフ、リフレーミング、なんやったっけあれえ、ちょっと待ってよ。この舞台、なんか、福島民放杯から直結しますって、この舞台やったっけあれまずい。ちょっと待って。えっ、ー、と、前奏。あれあ、そうや。そうや、そうや。危ない。20324。危ない。5等馬券絡んでる。ちょっと待って。ちょっと待って <laughs>。今更思い出した。なんか、そんなことあったなと思って。なんか、ちょっと待ってよ。福島民放杯福島民放杯ええ、普通に乗っ、 ノッキングポイント借り込もうててんけどな新潟校舎。空手かノッキングポイントノッキングポイントしよう思って。新潟県買ったやろこれ。え、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。今思い出した。リフレーミングねと思って。マイネルクリソーラもあれか。確かに。ノッキングポイントじゃこれ。ちょっと待って、リフレーミング。リフレーミングな。そうか、民放杯の勝ちまで上がり最速の負け付けか。 ああ、ああ、新潟ちなみにこのまん何回走りますちょっと、ちょっと見逃してた。ごめんなさい。えわ、ー、あ,あ怖いな、0111。えー、えーえー、めっちゃ俺もうノッキングポイントでいきましょうか、言うてたのにこれわえなあかん、これ。ちょっと待ってな、ノッキングポイント。いや、ノッキングポイント、ね、ちょっとか杉原くんか、丸太さんのリフレーミング。 どっちかにしよう。どっちかにしよう。<laughs> ちょっと待ってよ。ここに来てきたか。リフレーミングな。そうか。なんか逃げ出たなぁとら、そういうことね。そうやな。民放配組ね。ちょっと待って。了解です。そっか、わかりました。はい。すいません。脱線しました。NHK マイルは、はい。えー、あそこリピチエンドがね、ルメちゃん吹かせるところって、一番人気になりました。 はい。これ、北見のアで多分2万人気だったんでしょうけど。はい。ジャンタルマンタルがカードさん。2万人気になって、ボンドが悪いかが続いて、ボンガダ、ボン、ゴンバでカーブですね。モネちゃんね。は、ディスペランザーは、臨床カップカチューマン。オブルドジャーは、マイジャー2着。あと、アルセナールがクイーンカップ2着と。はい。あと、ダノ・マッキンリー等々続いて。はい。ここは、どうしましょうかね。フォーメーションでいくかな。5、14、16、1列見れて。 うんこの3強の中に2頭は絡むかなって思ってたんですけど、万が一あれたら怖いんで、えっ、ー、と、355のフォーメーション10点でいったらいいか。まあ、でもこの3頭来てもらったら、ほぼチャラやからあんまりもみないんですけど、まあ、それでもええかな。ちょっとややらきたする、これうん。あそこリピーチェームのルメッチャン完全復活してないし、ジャンタルマンタル、カードさん、サツキショーから経由はいいんですけど、外を引きすぎ、またね、これ去年のダノンなやったけあれ、ダノン。 ね、ダノンスコーピオンはかったんかなだけど、ダノン、タッチダウンか。あれがね、外の枠さのリアオン破れたんで、トラウマですね、これね。外すぎるような、毎回。カーラさん、これ3年連続8億やろ、これ。一昨年はね、あ、これじゃん。おと,とはね、あの、いい感じやったんですよ。あの、外がまだ有利なババやった まあ、今年もね、バばみんな打ち分けて走ってきてたんで、そってもなぁ。いやでもそれでもやっぱうちの方が有利やで。あ、去年雨やった一昨今年雨やったんじゃうか去年やったっけちょっと待ってよ、これなぁ。でもゴンバでカーブーストいけど、その次俺で入れてるのキャプテンシや、僕。<laughs> 最後の人キャプテンシえ、これはあれですね。はい。前走大体中山で先行したままが負け、まからの巻き返しが、この舞台強いと、えっ、ー、と、 やったっけなあ,あ、そう。お父さんモーリスでお母さんアドマイリーダーなんで。これは東京マイル走らなきゃなってことで、これはちょっと爆走の、えー、当たり外れ激しいんですけど、ちょっと今回は、爆走する方かなと思ってよろしくお願いします。前走2番人気16着で破れて、いい感じです、うん。ジュニアカップ走り切ってるんで、いいと思います。1分30秒台で。はい、ちなみに、東京マイルの持ち時計はま参考にならないですけど、誰がトップですか東京16はまあ、アルスなるか。ちょ、東京マイル。あ、で、マイルできるあアこスコリビチノの次キャプテンシーでしょうってことは。 まあ、ババの左右ありますけど、一応早い時計で走れるってことは実績出てるんですけど、も仲山ですよね、これね。はい、いいと思ってますよ。うん。なんせジャンタラマンダルとかがね、持ち時1分33秒台しかないんで、それ考えると、キャプテンシーアスコリフィシェーノで、その次誰かボンドガール、ここもバッてかってあげる。ーはい、おかえです。このまま行っきました。だから、3強打ち2強から絶対絡むとは限らないんでってことにしておきましょう。ご清聴ありがとうございました。明日またライブでお会いしましょう。